はい、どうも。第29回終わりましたけど、まあ2回 MC やってどうでした？楽しかったですよ。いや、昨日最終回終わったばっかでね、自分の方が、ね、そうなんです。一つラジオ番組が終わりまして、まあなかなか2連は大変やったと思いますが、いや、全然楽しかったです。まあ、あの YouTube 用に宣伝をしとく。あ、菊池茜のシングルルームという番組が4月6日、収録します。その次の週の水曜日からですね、放送されますので、どうぞよろしくお願いします。収録の日とかまだ決まってない？収録の日が4月6日です。あ、で更新が次の週の水曜日ですね、はい、っていう感じで、まあうちの俺ら聞かれ損に関しては、今回のまあね、塩田いないぜバージョン、まあエイプリルフールバージョンとしましてですね4月1日配信となっておりますので、ポッドキャストをぜひお聞きいただきたいと思います。聞いてください。お願いします。